どうも皆さん、こんにちは。J-WAG 広島として、私、中道と井上の2人で、今かかる45分間、リモートワークについてお話をさせていただこうと思っています。最初に、本セッションの概要をお話しさせていただきます。リモートワークから始めるシステム開発と題しまして、コロナの時代になってしまってですね、皆さん、働き方が全然変わってしまったと思うんですよね。で、リモートがシステム開発のどんどんメインになってきて、で、このセッションでどういうことをしたいかっていうと、まあみんなどうやって働いてんのかなっていうのをですね、まあ、私たち2人からこんな風に働いてますっていうのを紹介するし、皆さんがどういう風に働いてるかっていうのも知りたいなと考えております。まあ、そういうセッションにします。タイムテーブルですね、オープニング、今話しているのがオープニングです。その後、私と井上が5分ずつをめどに、ライトニングトークをします。そして、雑談枠がなんと残りの15分です。まあ、つまりどういうことかっていうとですね、会話がないと積んでしまう、ただ、2人がダラダラ喋るだけの番組になってしまいますと、非常に恐れています。ですので、もしこの回、セッションを見てくださっている方がいたら、ぜひコメントとかですね、リアクションを返してほしいなと思ってます。でも、YouTube でも Zoom でも今放送してるんで、どうすりゃいいのってなると思うんで、今回、私たちは HackMD っていうものを使います。これ何かっていうと、ウェブ上で共同編集可能なマークダウンファイルなんですけれども、こちらに、もうみんな好きな形でいろいろ話したいこととか感想とか書いてもらったら、それを拾って話を膨らましていきたいなと思っております。で、今からですね、この HackMD のリンクを YouTube ライブおよび Zoom のコメントに貼り付けるので、ちょっと移動してみてください。リンクへ Go と。HackMD の画面、に切り替えますね。一旦画面共有を停止して、はい、HackMD、こんな感じです。事務局のアカウントでしか URL 貼れないそうです。YouTube ライブ。あれそうなの。じゃあ、Zoom に貼ったやつを拾ってもらって YouTube ライブに貼ってもらうしかないのかな。あ、いや、打ち込むのきついな、これ。これは手で打ち込むは無理ですね。あ、なんか伝えてくださるそうです。なるほど。何この。YouTube のコメントにリンクを貼るのはできないってこと。あ、そうだったの。それは、やってしまいましたね。まあね、いたずらされるとよろしくないですからね。いろんな人が見てるので。そういうことか。うん。まあ、いきなりなんですけど、あれ今、画面共有ってちゃんとできてます？映ってる。映ってるは映ってる。HackMD は映ってます。まあいいや、とりあえず説明を進めましょう。で、このマークダウンなんですけど、まあ常識ある書き込みしてくださいねっていうのが大原則です。人を傷つけたいね。そういうのはやめてくださいと。いや、あとは特にルールないですと。で、まあ最初にですね、このセッションにどんな人が来てくれてるのかっていうのをこう知りたいわけですよ。で、このプラス1、コロン、プラス1、プラス、コロンか。っていうのをこうピッて貼ってもらったら、いいねマークが増えますと。こんな感じで、どんな人が見てくれてるのかなっていうのを、まず練習代わりに書き込んでいただきたいんですが、ちょっとまだ書き込めない感じかな。そうですね。まだちょっと URL が公開されてないんで、そこは後回しにしましょうか。はい。じゃあ、LT しましょうかね。書けるようになったら。うん。だね。じゃあ、井上さんの方から話をしてください。はい。ちょっと待ってくださいね。
よいしょ。画面の共有。あ、できてる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 。はい。じゃあ僕の方からとりあえず LT を始めさせていただきます。リモートワークから始めるシステム開発ということで、私、井上拓也と申します。ドリームアーツという会社で働いております。で、まあこれ、うちのホームページに昔載ってたやつですね。この矢印書いてあるのが僕ですね。はい。なんかまあ、大企業をもっと早くみたいなスローガンでやってたんですけど、一応こう、会社の紹介をちらっと宣伝させてもらうと、まあ一応本社、東京と広島にあって、東京の方は恵比寿ですね。で、広島は折り鶴タワーにあります。あと関連会社で、中国の大連に一つと、あと沖縄の那覇と石垣にまあ関連会社があるみたいなところ。で、まあ、スタッフが大体全部で250人。これ、上の関連会社も足してです。で、何やってんのかっていうと、ソフトですね。まあ、大企業向けのパッケージソフトだったりとか、まあ、クラウド製品の企画開発販売。あとは、まあ、ちょっとだけ SIR 的なところもやってたりする会社です。はい。で、まあ、うちの会社のリモートワーク状況ですね。会社の取り組みとか、出社状況みたいなのをちょっとまとめたんで、まあ、その辺を紹介したいと思います。うちの会社ではですね、あ、別にこれ会社の宣伝っていうわけじゃないんで、こんなにいい会社ですよっていう話ではないので、普通にフラットに聞いてくださいね。まあ、勤務形態がコアタイムなしのフレックスになったんですね。まあ、だから何時に来て何時に帰っても基本いいよ、みたいな。コアタイム、で大体10時から15時みたいなのあると思うんですけど、まあ、うちはそれがなくなったので、かなりフリーダムな感じの勤務形態になりました。で、まあ、あんまりリモート、出社しなくなったんで、1ヶ月の交通費みたいなのがなくなって、出社した時だけ交通費が出るみたいなことになってるので、出た日の実費精算をしないといけないですね。これは非常にめんどくさい。数百円なんだけど、僕の場合は。まあ一応やってます。で、あとまあ臨時在宅手当っていうのが一応出るようになったんです。でも本当にちょっとだけなんですけど、なんか高校1年のお小遣いぐらい、1ヶ月のぐらいかな。まあみんないくらやったか知らんけど、僕の時は、僕の高校1年の時の、お小遣いぐらいが出るようになって。で、まあ、出社ノルマは基本的にないですと。まあ、週1とか週3とかあるところも、拠点によってはなんか週3とかあるところもあるんですけど、まあ、基本広島はありまへんよと。で、まあ、出社する人が減ったので、単純にオフィスのフロアが一つ減りましたね。これは東京の方で、ワンフロア減ったっていうのがあって。で、あと、まあ、そのオフィス減ったので、まあ、みんながまともにドンと出社すると、フロアが足りなくなるので、まあ、それを広島に、U ターン、I ターン制度みたいなのができて、まあ、何かこう希望者が出てるみたいな状態になってます。これがまあうちの会社の取り組みなんですね。で、そういう取り組みがあった中で、実際どんな感じになったかっていうと、社員数がだいたい250人で、まあ、これ6月7、6、7、8、9 の、 その出社した人のカウントをざっくり取ったやつのグラフなんですけど、まあ、6月ぐらいは結構半分ぐらい来てたんですよね。120人ぐらい来てたんですけど、やっぱこうコロナが流行るに従ってだんだんこう減っていき、まあ、7月あたりで80人になり、もう8月と9月あたりはもう40人ぐらいですかね、平均になってきて、まあ、だんだんやっぱり出社する人っていうのは減ってきてるっていうような状況。まあ、ちょっとこれはどこの会社さんも同じなんちゃうかなと思いますけど、うちの会社はこんな感じになってましたと。で、そんな40人ぐらいしかいない状態でどうやってシステム開発やってんねんみたいなところ、まあ、ここで変化した点っていうのをちょっとまとめたんですけど、まあまあ大きい変化っていうのはやっぱりこう出張とか客先訪問っていうのがほぼゼロになりましたよと。まあ、僕とかは今まあ、システム開発で、エンジニア兼マネージャーみたいな立場をよくやるんですけど、まあ、ちょいちょいその3ヶ月に1回ぐらいは客先訪問とかあったりしたんですね。東京出張とかあったりしたんですけど、まあ、それが全くなくなったっていうのがまあ変化ですね。
あと、まあ、パートナーの開発者さん、まあ、派遣だったりとか、請負だったりとかっていうのを、人たちが、うちの会社にも何名かが来ていただいてたんですけど、これの数はかなり減りました。もう去年比で言うともう本当に10分の1ぐらいですね。まあ、内製化が進んでるといえばそうなんですけど、これはかなり大きい変化点。まあ、あとは客先とのそのリモート面談ですね。やっぱりこうリモート面談増えてきてるんで、お客さんと直接つなげて話すっていう機会は増えてて、で、僕、広島にいるので、あんまりその面談に参加したりっていうパターンってなかったんですけど、なんかコロナが始まってからリモートだし場所関係ないからっていうので結構呼ばれる頻度自体は上がってる気はします。で、まあ、やっぱり社内のミーティングは増えましたね。近くにいないので、もうミーティングするしかないっていうので、なんか増えてて。で、それによって結局チーム内のコミュニケーションがすごい増えたんですけど、チーム以外、自分が仕事で絡む人以外とのコミュニケーションを激減したっていう感じですね。ミーティング増えてんだけど、同じ人としか喋ってへんみたいな。なんかこういう変化があるかなと思ってます。で、まあなんか、僕のこれは単純な所感なんですけど、最初はまあすごい戸惑いもあったんですけど、まあ自分らもお客さんも、なんとなくこういう状況に適応しつつあるんだろうなと思っていて、で、まあ、この辺すごいなちょっと思ったりするんですけど、まあ、僕らもすごいし、お客さんらもすごいなっていう。なんだけど、まあ、システム開発のタスクとか、流れとかに関してはもうほとんど何も変化してないですよね。要件定義があって、詳細設計詰めて、実装してみたいなところは全然変わってなくて。で、なんだけど、そのやり方、例えば要件定義のやり方とか、実装のやり方とかっていうのはなんか結構すごいスピードで変化していってるんで、結構ついていくの大変なんちゃうかな、みたいな、いうのが直感としてはありますと。これはようわからんのですけれど、なんとなくこう、景気が復活してるような気がする、だったらいいな、ぐらいですけど。ただの直感ですからね。わかんないですけど。はい。っていう直感を持って、てます。最近の悩みですね。これで最後です。飲み会したいし、出張も行きたいなと思ってます。これもうみんな思ってんちゃうかなと思いますけど、僕も結構リモートワーク飽きてきてるんで、はい、っていう感じです。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、HackMD の URL 貼ってくださったようなんで、ありがとうございます。よかった、よかった、よかった。ちょっと見てみよう。お一人書き込みしてくださってますね。本当ありがとうございます。ありがとうございます。一応ですね、春日が新しく出るってんで、ちょっと未来人と宇宙人っていうボケを入れたんですけど、そうなの？新しく出んの？出ますよ。で、来月、知らん知らん。再来月出ますよ。まあまあまあいいや。はい。とりあえず一人は見てくださってるってことは分かりまして。次、そうですね。僕がちょっとだけ話すんで、もうどん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 、嫌でなければ書いていただければ、私は非常に嬉しく思います。はい。じゃあ、私の、LT ですね。させていただきます。よっと。はい。中道和志と申します。広島でシステムエンジニアやってます。あと、まあ、今回、まあ、オープンソースカンファレンスなんですけど、JBug っていう、プロジェクトマネジメントとか仕事の進め方を考えようっていう勉強会を主催してます。なんと次は10月11日にやるので、ぜひ、ぜひ見ていただければ非常に嬉しく思います。突然なんですけど、まあ、リモートワークあるあるを言いたいなって、僕はもうこれだけです、セッションとしては。困ること。みんなが何やってるのか、まあ、全然わかんないよっていうのが僕の中ですごいあるあるなんですけど、そんな時は、看板を使いましょう。看板でタスク管理したら結構いいですよ、これ。なんだ、30分とか1時間単位とかで何やってるのか分かるよってんで、
もしこの看板よくわかんないよとか聞きたいよっていう人はなんか書いてもらったらそれについて後で話します。次、自分を含め日々の成果が全然わかんないよっていうあるあるですね。で、そんな時は振り返りしましょう。YWT とか KEPT とか三段ランとかって、まあいっぱい振り返りの種類あるんですけれども、毎日毎日僕のチームは YWT で仕事終わった後にほんのちょっと5分間とか取ってやってます。これ結構効果があるなって思っててですね、その情報共有だけじゃなくてチームの雰囲気とかを把握するのに振り返りってものすごく意味があるんだなって今までこんな時間の無駄だと思ったんですけど、やったらね、本当に全然違いますね。まあ、特に管理する側の人間にとっては重要なのかなって思ってます。全体の進捗が全然見えない。これもね、リモートでやってたら、井上さんのさっきの話にもあったんですけど、なんか自分が接する人らっていうのは割とわかるんですけど、じゃあ全体的にどうなのっていうのは結構見えないんですよね。で、そんな時は、ガントチャート使いましょう。これ自分のチームだけじゃなくて、全体のガントチャートも作ってみるぐらいでもいいんじゃないかなって思います。これはもう、あれかな、管理職以上とか、マネージャークラスはもう絶対やった方がいいなって思ってます。で、なんと JWAG ではそういったプロジェクト管理の秘訣を教えられるかどうかは怪しいんですけど、まあそういうのについてこう検討する会ではありますので。マジですか？すごいじゃないですか。ぜひ参加してください。いや、思ったことがあるんですけど、仕事の進め方っていうのはオープンソースだなっていうことで、まあ、お茶を濁してですね、私の LT は終了です。じゃあ、こっからは、雑談の時間になります。よし、ちょっとハック MD を見てみようかな。はい、ありがとうございます。社会人が、まあみんな IT 系ですね、今いるの。で、あなたはなぜこのセッションに参加した？本当嬉しい、書いてくださった方がいて。客先対応などを含めて、他の人がどんなリモートワークで働いて開発しているのか気になったから。まあ、これですかね。最初に話すテーマとしては。そうそうそう。そうだな。これ僕なんですけれども、フルリモートで基幹システムを導入したんですよね。6月ぐらいに。で、絶対できないよって思ったんですよ。でも絶対できないよって思ってたんですけど、まあ、意外とできたんですね。で、なんでできるようになったかって言ったら、もうお客さんがリモートでもう対応せざるを得ないってことになっちゃったんで、お客さんが覚悟してくれたっていうのがすごいでかくて。ああ、なるほど。そう。で、今までの問い合わせ対応とかで多かったのが電話だったんですけど、それがビデオ会議になって、で、バグが出ましたって、エラーが出ましたって、じゃあ、その画面見せてくださいって、こう画面共有で見せてくれるんですよね。もう電話なんかより100倍分かりやすいわって、お客さんもこういう操作やったら出るよっていうのを、あ、こっちの方が電話なんかよりよっぽど伝わるわみたいな、メールなんかよりよっぽど伝わるわってなって、意外とうまくいきました、そういう意味で。いや、電話なくなったよね。もういらんのちゃうっていうぐらい。そう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 。結構その僕も時々出社するんですけど、出社した時にこうオフィスの電話が鳴るってめっちゃ珍しくないですか？うん。うん、そうそう。もうみんな多分ズームとかチームスとかでこうやり取りしてるたりするからかなと思うんですけど、うん、そこはだいぶ変わりましたよね、確かにね。いや、だから、出張できなくなるのがね、つらいですよね。それはそう。そうそう。あ、でもまあ、ありがたいな。
なんまあ、そうかあですりね。ます？井上さん、客席対応とかでなんか変わったよとかって。いやいや、やっぱりそのトラブル対応系とか、まあこのお客さんのところでなんか画面変になってるんやけど、みたいなんて、今までだいたい、じゃあスクリーンショット撮ってくださいね。ああ、そうだった、そうだった。で、なんかこうメールで何回もやり取りして、で、なんかまあ、Excel の課題管理表とか、まあ、バックログでもいいんだけど、になんかその事象が貼られて、でも分からへんから、ちょっともうちょっとこれやってみなくてくださいみたいな。で、なんなら開発ツールを F10 に押してですね、みたいな。メールで書いたり、無理やんみたいな。わかりませんみたいな。結構あったと思うんですけど、それがもうほとんど、やっぱりもう営業さんにちょっと日程調整してもらって、その Teams なり Zoom でつなげて、じゃあ今から画面共有してみたいな、やってもらって、すごくそれはでもお互いによくて、僕らもよくわかるし、で、お客さん側もなんかやってもらってんやみたいな感じもあるし、まあ、これは結構いい文化だなと思って、その解決するまでの時間も短く、ぐっと短くなってるし、そう、もう開発者ツールなんかそんなのエンドユーザーの人なかなか難しいじゃないですか。まあ、やってもらうべきでないような気もしますよね。でもそれしなどうしようもない時とか結構あったりするんで、それでも解決がなんか1ヶ月とかかかるっていうやつが多分1週間で解決するみたいな、すごい利点やと思いましたけどおお、確かに、そうっすね。いや、なんか、本当、まあ、良かった点もあるなって思いますよ。この、もう強制的に変わらざるを得なかったっていうのは。あれだ、ディスカッションテーマに、いいねがつきましたよ。お、マジか。就職活動についてと、新人とのコミュニケーションについてと、ライフワークバランスについてですね。ああ、なるほど。どれからいきます？ 話しやすいやつからいきます？話しやすいのは、新人とのコミュニケーションが私あ、マは。ジで？俺、ライフワークバランスやねんけど。あ、じゃあ、い一やい個や、ずつ。いこうか。じゃあ、コミュニケーションからいきますああ、はか。いはい。まあ、僕、あれなんですよ。新人教育係なんですね、今年は。で、まあ、コロナ禍での新人とのコミュニケーションは、あれですね。すごい、本当申し訳ない回答をするんですけど、新人教育だけは、僕は出社してもらった方が100倍やりやすいと思ってて、いやー、そうね。一番リモートワークがきついのって新入社員だと思うんですよ。なぜかっていうと、心理的にも不安だし、何やったらいいのかってよく分かってないじゃないですか、結局のところ。なんで、一番リモートワークをさせないようにしている、もしくは、結構、こまめにチャットでずっとやり取りしてますね。おお、偉い。で、新人、まあ、仕事を進める上では、まあ、さっき看板やってるんですよ、新人とは。なんで朝来たら、今日やることを一緒に看板見ながら、こう一個ずつタスク切るんですね。トゥードゥそれワンオンワン的なので。を。ああ、離れてても、なんかちょっとビデオ通話して、一緒に看板見て、あ、今日はじゃあこれだけやろうね、つって。で、こう1時間おきとか2時間おきとかに見たら、看板がこう移動してるわけですよね。doing とか done とか。で、そうやったら、ちゃんと進んでんだってわかるけど、ずっとこう doing から動いてなかったら、そこでちょっと連絡取ってみて、なんか困ってんのとか、そういうのこまめにやるようにはしてますね。それは何？長道さんは今、一人だけ新人対応してるの？それとも複数人を同じようにそうやってる感じですああ、か？いや、僕は一人で、インストラクター制度っていうのはうちの会社あるんで、そほうほう。のインストラクターが、まあ、一人直属の新入社員に対して、一年間、まあ、指導って言ったら変ですけど、お世話をするみたいな。ので、まあ、僕は一人に対してそういう働きかけしてますね。いや、いいっすね。手厚い。手厚いって言っちゃったらあれなんだけど。いや、だってね、みんなで面倒見ようとか言っても、誰が面倒見るのとかなりません、結そうっ構。すよね。いや、結構しんどいですもんね。やっぱ、面倒見るっていう言い方が正しいかはあれだけど、仕事増えるからな、自分
の仕事プラスその教育みたいな、うんうん、そうそう、逆にこの新人とのコミュニケーションにいいねをつけてくれた人っていうのはあれなんかな、どういう人なのかな、コミュニケーションに悩んでる人なのか、それとも新人なのかとか気になりますね、若干。もし嫌じゃなかったらちょろちょろって書いてくれたら嬉しいなって感じですけど、井上さんなんかあります、新人とのコミュニケーション。いやー、まあうちも同じで、今年入ってきた新人とか僕のチームにも一人いてるんですけど、もう、あれですね、中道さんの話聞いて、いやー俺は全然できてなかったなとちょっと反省をしてますけど、いやもう そこまで手厚くやってないですね、多分。その、いやもう、なんだろう、うち看板じゃなくてガントチャートでやってるし、このガントチャートのいくつかのタスクを例えば新人君にこう渡して、うん、で、毎朝進捗を聞いてみたいな、なんか悩んでることないかみたいなのをやったりするんですけど、うん、今、目下の課題はあれですね、そのタスクを消化するだけになっちゃいがちというか、スケジュール通りやってくれてるんですよ。うん、で、まあ、もう何ヶ月、1年経ってないか、まあ、半年は経ってるから、うんうん、それなりに仕事もできるようになってるので、任せたタスクはちゃんと終了してますよと。うん、だけど、なんか、ただ単純にそのタスクを消化するだけになってる感はちょっとあって、うん、本当はもっとこう、近くにいたらかもしれないし、わかんないけど、こう、一個のタスクをやるときにいろいろ考えないといけないこととかあったりするじゃないですか。ああ、ありますね。次のやつとか、うんうんうん、なんかもうちょっと突っ込んで調べた方がいいとか、うんうん、だからそこが全然こう、届いてないから、うん、ひたすらそのガントチャートをスケジュール通りにこう、終わらせるみたいな。うん、そういうのになってるなっていうのがあって、これにしようかなみたいなのが結構悩み。なるほど。まあ、そうですよね。その、完了させるのと、その中で何が大事か考えるのとかとはまた違う話ですもんね、タスクにおいて。そうそうそう。多分、だから、まあでも、かわいそうっていう言い方はあれなんだけど、うん、やっぱ、難しいよね、コミュニケーションが。だって、すぐ横にいたら、わかりますよね。ああ、そうそうそう。そう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 。聞かれへんよ。そんな。うん、そう。だから、その、ワンオンワンみたいな、うん。中道さんのやってるやつは、多分聞きやすいじゃん。ちゃんと、すでに窓が開いてたら。うん、うん。それはすごいいいなと思った、ね。ああ、ありがとうございます。そうですね。なんか、コメントが来てますよ。あ、ズームの方ですけど。うん、うん、うん、うん。そうですよね。出社したときに新人さんがやっと質問できるみたいな感じになってる。うん。もう、会ったときに聞かなきゃみたいな。いや、でもそれ、多分初めてこうリアルで会ったときは、やっと聞けるっていう気持ちになるよね、きっとね。うん、わかります、わかります。なんだろうな、なんか、あれですかね、その、クソしょうもないことでも書けるみたいなね、チャンネルがあったらとか、うん、できるだけ雑談をするチャンネルとかね。お、今年の新卒ですが、まさにそんな感じです。お、ああ、やっぱそう。ねえ、響さんありがとうございます。コメントしてくれて。やっぱ、ね、何その質問すごくしづらいというか、どうやってコミュニケーションを取ったらいいのかなとかって。悩むんですかね。いや、そうやと思うで。いや、あれ、中道さんのとこってそのチャット、それがカメラオンの、ズームとかチームスみたいなやつで、その新人とやってんの？基本的に、もう、チームスですね。うちはもう。だから、カメラは使うのは振り返りの時だけとか。朝、あと看板見る時もカメラか、まあ、画面共有で通話するかですかね。あとはもうなんか、新人教育みたいな、若いやつだけを詰め込んだチャンネルを作ってて、うん、もうなんか割とクソしょうもないつぶやきとかを書いたりとかよくしてますね。すごいくだらないって大変ですけど、書き込みのハードルを下げるように、はいはいはい、はい。気をつけては。そうね。うん。なるほどな。
次の話してみます？ライフワークバランス。いや、これはもう、だって激減してるは、激減じゃないや、激変してるはずで、ああ、でもまあ、それはリモートワークをしまくってたらなんですけど、うん、だって家で仕事するわけでしょ。うん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 、まあ、僕結婚してて、猫と嫁さんと3人で暮らしてるんですけど、はい、もう、嫁さん大喜び。喜び？なぜ、うんうん、なぜなら、ご飯が早く片付けられるから。ほう。だから今まで夜ご飯って、例えば僕が8時まで仕事したとして、うん、家帰って9時になって、9時からご飯食べて10時、10時からお片付けして、11時、12時になるわけじゃないですか。うん、それが家にいたら、6時ぐらいにご飯作ったからって言われたら、うん、はい、はいって言って食いに行くわけでしょ、うん。7時、8時、8時にはもう全部終わってるわけですよ、うんうん。それはもう嫁さんにとってはとてもいい。ことらしいんですね。早く片付くから。いや、すごい、素朴な疑問なんですけど。はい、はい。井上さんが片付けたら何時のご飯になってもいいじゃないですか。おっと。おっと。まあ、確かに。まあ、確かに。まあまあ、ちょっと余計なこと言ってしまいました。そんな、あれやで。って、週間泊のあれじゃないけど。僕、洗い物自分で全部してますよ、食べたもん。あ、偉いですね。すいません、なんか。いやいや、いや、あ、いや、まあまあまあ、ちょっとまあまあ、そうそうそう。でも、そういうのが、僕、ちょっとライフワークバランスやと思ってて、うん、結構仕事好きだから、結構遅くまで仕事する、しても全然平気やし、うんうん、で別にそれでも家庭も成り立ってたと勝手に思ってたんですよ。それそういうのに合わせてくれてるし、まあ、別に普通になってんやろうなと思ってたんだけど、はいはいはい、いやいや、そうじゃなかったんだな、みたいな。喜ばれるんだな、みたいな、うん。うちはそんな感じなので、ちょっとライフワーク、俺が話したいライフワークバランスこんなんで、聞きたかったライフワークバランス違う話かもしれんけど。ちょっと違う角度から中身さんじゃあります、ね。いや、まあ。まあ、まあ、これ、家庭によりますけど、まあ、勤務時間は減りましたね、本当に。出勤ってね、なんだかんだ言って、1日ね、往復したら1時間とか、まあ、最低でもかかったりするし、家いたら残業とかも、なんか、すごく減りますもんね。うん。かなぁ、かなぁ。あとは、就職活動とプロジェクトマネジメント。就職活動は、そうだなぁ。うん。なんか、うちは、あれがない、ない、ないみたいですね。説明会とかって、うん。とか、一次面接とかって結構ね、同時に何人も来てとかって、だったんですけども、一人しか、一人ずつ呼んでやってるとか、そんくらいかなぁ。いや、ごめん、俺なんかちょっと今コメントの方で、通勤時間で1時間あったのが、うん、それがなくなったのでいろいろ時間できましたっていうのをすごい読んで、うん、いやでもそれ結構大事な時間だったりしませんかみたいな。通勤時間がこう一人になれる。いや、読書の時間とか。わかりますよ。僕逆に嫌がられますもん。家にいたらリモートワークで。妻が、一人になりたいみたいなことを言って出て行ってしまって申し訳ない気持ちになるんですよ、ね。いや、あんまこの話したくなかったんですけど。次、何でしたっけ。就職活動。就職活動。就職活動ね。そう。これね。いや、そうなんですよ。僕、人事でもないからちょっとうまく答えづらいなと思ったんですけど、なんかあります？井上さんは。就職活動。いやな、うちの会社の就職、まあ僕もあんまり人事のことは詳しくないから、あれなんですけど、ちょっともう学生さん多いからこれ入れてたんですよね、実はテーマに。学生は、あれですね、表番組の方にみんな行ってる可能性が。あの、絵描いてる。そうね、なんでちょっとこれは他もあれついてることやし飛ばしませんか。まあその響きさんとかが一番詳しいのかなと思ったりもするけど。うんうん。じゃあプロジェクトマネジメント。おお。
行きます本題っぽい。行きましょう。まあ、一応僕らの、あれですかね、うん、得意分野であるはずですからね。うん。プロジェクトマネジメントから。いや、井上さんが喋ってください。これから、これからプロジェクトマネジメント。いや、まあでもさっき僕 LT でも言ったんですけど、その、まあやり方、大きい流れ、プロジェクトマネジメントでやってることって基本あんま変わんなくって、多分スケジュールがあって、まあタスクがあって、でまあ僕とかはバックログでそれを管理していて、みたいな。で、それが結構その、まあ、なんですかね、スクラムでやってんのか、ウォーターフォーでやってんのかとか、まあいろいろあるんですけど、でもそこの本質はやっぱ変わってない。なぁと思うんですよね、今っても。で、僕がさっきの LT で言うと、そのやり方が激変してるみたいなの言ったのは、結局そのミーティングのやり方であったり、そのコードレビューのやり方であったり、そのお客さんとの要件定義であったりっていうところのやり方が全然変わってきてるよねっていう話。で、しかも、僕のやってるやつは結構そのいろんなツールを使いこなさない人が、はいはい、じゃないですか。うん、だから別にそんな大した話でもないんだけど、例えばじゃあ GitHub は使いこなさないと、実装の時はできないよね。うん。は使いこなせないとダメだよね。まあ、何、Azure なのかもよくわかんないですけど、クラウド系の知識もいるよね、みたいな。だから、結構その、オンプレでやってる時より覚えることが多くなってる感じはするなぁと思ったりしてますね。ああ、それ、あれですね、指導とか大変そうですね。できない人がメンバーに加わった時に。そう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 。いや、でもなんか、もともとうちの会社はその、拠点が離れてる同士でやってたりしたので、うん、あんまりそこにこう、でっかいハードルはなかった感じはしてますけどね。うん。うんうん、なんか、プロジェクトマネージャーの人は難しくなってると思うんですけどね、昔より。なんか求められるスキルが多くなってる感はちょっとある。ああ、それはありますね。その離れてる人とでもちゃんとプロジェクトを回す技術みたいなのは要求されてて、それにあたってツールを正しい使い方をしないといけないですよね。さっきの話と同じように本当。そうだな。なんかな。やっぱり。システム開発する上ですごい大事だなと思うのは、まあ全体もなんですけど、誰が何を今やってて、このペースでやっていったら明日はどうなってるかみたいなのをちゃんと見渡せる状況にしなきゃいけないなっていうのが結構、まあ、難しいというか大事だなと思って。まあさっき言った看板とガントチャートですかね。看板はリモートワークになってからすごく役に立ってるなって思いますね。いやだから結局そのプロジェクトマネージャーもスキルがいるけど、そのスキルでやっぱ一番大切なのはそのメンバーがハマってる、で近くにいたら、あ、なんか困ってそうやなみたいな、声かけられるじゃないですか、だけど結局それがつかめないから、まあ、このチャットとかにも書いてもらってたりするけど、なんか実はハマってて、で朝の進捗でもなんかちょっと言い出しづらいじゃないですか。進捗遅れてますとか言いたくないでしょう。じゃあ大丈夫です、大丈夫ですって言ってんやけど、蓋開けたら、ああ、できてなかったみたいな。いや、めっちゃあります。めっちゃある、それは。そうそう。それはだから、やっぱケアしてあげるのが必要なんだろうなって思いますけどね。なんか。お、コメントにもありますけど。PM が今まで適当にホワイトボードとかで適当いやでもそのそう、ね、そうそう図を描いたりとかみんなが見て分かる形に表現するスキルは確実に求められてる気がする。そうですね、まあ、その空気感で伝わるやつとかあるもんね。こう書きながら喋ってるから なんとなく伝わるみたいなの、そう結構難しいですよね。あ、でもそれこそあのマイロだったっけ、なんかこうミロミロか、あのホワイトボードツールですよね。まあ書くとか、ああいうのを結構頑張って使いこなせるといいんだろうなとかちょっと思ったりもしますけどね。
あ、そうそう、リモートワークというか、こういう、全員がリモートで、ズームとかね、こういうのでつながるようになって良くなったのは、あれですね、会議とかの場で、チュチュチュってこう、チャットでててて、って書きやすくなったなっていうのは、ちょっとあるどういうこかと？も。進捗会議とかって、まあ、ああ、こう、10人とか、そこそこ偉い人が何人かいる前で、こう、はいとか言って、実はできてませんみたいなこと言えないじゃないですか。できてんのかっつったら、できてます、できてますって空気だったんですけど、でもなんかちょっとどうなんみたいな、書いてみてよみたいな、ただ、こうチャットに、実はこれこれで遅なるれほどてね。ますみたいな。いや、これはもうリモートだからできやすいとか、対面だからできにくいとか、そういう問題じゃないんですけど、そういうのをマネジメントする人がうまくやれば、発言とかね、しやすくなるんじゃないのかなとか、思ったりもしますね。だからやっぱそのマネージャーが空気を作る、その書きやすい空気を作るっていうところをより気をつけないといけないんでしょうね、きっとああ、ね。そうそうそう、そうそうなんです。ね、このハック MD をね、みんながあまり書いてくれなかったのを今日僕らはこう こんな偉そうなこと言っときながら完全にこう、まあ失敗してしまったんですけど、いやいまや、別にほら、凄腕プロマネージャーないから、あ。ああ、まあ確かにそうですね。別にそんこんな、なへっぽこプロマネでもバックログを使うとうまいこといけますよ、みたいな、そういうほら、デバッグじゃないですか。ああ、そうそうそう。ほんまか？大事なのは、いや、大事なのはみんながどうやってるのかっていうのを共有する場をね、こう作ろうっていうことで、その正解はね、僕は知りてえやぐらいの感じなんで。うん。これ何時までやったっけ？あと3分。おい、マジで？あ、早いっすね。あと1そうそう、意個ぐ外らい。と、いや、これ2時間ぐらいいけますね。意外とこれ面白いな。まあ、俺らはな、見てる人はどうかわからんけいど。や、あ、そうですね。本当は、すみません。はい。好きにさせていただいてありがとうございます。うん。なんか、あと3分で話したいことあります？まとめ的な3分がいいのかな。うん。そうですね。ちょっと、あ、俺が言うやつ。いや、いや、俺、ちょっとあんまりまとまってない。ままとめとてほまっしていなな。かった。まとめてほしいそう、なーそうと思っか、て。そうっすか。うん。埋めてほしいなーって思って。どうだったんでしょうね。まあ、そうですね。まだしばらく続くでしょう。きっと、リモートワークの状況は。でももう慣れてきてるでしょう。でも、コロナを言い訳に、期間、プロジェクトの期間延長するっていうのももう使えないじゃないですか。そうですね。だから多分待ったなしでやるしかなくて。でも多分まだ誰もやったことないことがいっぱいあるし、PM でもそうだし、まあ、案件対応とかでもそうだと思うんですけど。だけどこう、なんだろう。僕がやっぱ思ってるのはツールをうまいこと使いこなすのが結構大事なんだろうなと思ってますね。その新しいツール。新しい働き方に適したツールがどんどん世の中には出てきてて、まあ、ツールとかサービスとか、ああいうのをこうガンガン取り入れていくスタイルでこう頑張っていきたいなとちょっと僕は思ってたりしますけどね。まあ、使ってみてあかんかったらもうやめて、いけそうやったらやってみたいなるほど。な。はい。なおじさんなんかあれば最後締めて終わりましょうよ。あと1分だから。そうですね。もうちょっと僕らのこういうヨタ話を深く聞きたいなって思ったら、ぜひ JBug 広島遊びに来てみてください。宣伝した。いやいや、仕事のプロジェクトの進め方は、こう、オープンソースでありますとそういう思想でのすもね。と。はい。それでは、長々と45分間、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。失礼しありがとうございましまた。